どうも、ありがとうございます。突然なんですが、ここで地理の問題を2問出させてください。ぜひね、保護者の皆さんもお子さんとね、やってもらえたらと思います。ではまず1問目はこちら。これ今、九州地方、まあ、近辺も含めてますけど、に、都道府県にアルファベットを振ってあります。さあ、問題です。この中から大分県はどこでしょうか ?5、4、3、2、1、どうぞ。そう、正解は E ですね。E が大分県でございます。まあ、ちなみに今回はね、これだけの1個問題にしてますけども、都道府県の場所っていうのは覚えておいて損はないというか、ぜひ覚えておいてほしいことでもあるので、ぜひね、答え載せとくから、ぜひね、ここに今載ってるやつだけは覚えてもらえたら嬉しいです。そして2問目は、こちらの漢字を見てください。これ、大分県のとある市の、名前なんですが、なんて読むでしょうか ?5、4、3、2、1、0。はい、これは杵築市と読みます。皆さんこれ読めましたか？お住まいの方とかにはすごくすごく失礼やと思うんですけど、初めて仕事をいただいた時に私読めませんで、調べて杵築って読むんだってなったんで、せっかくなんで今回クイズにねさせてもらったんですけど、今回なんでこの杵築市に関して今話をしているかというと、杵築市に杵築ドーンとテレビっていうのがあるんですよ。で、実は4月12日からその杵築ドーンとテレビさんの、市民チャンネル121チャンと122チャンネルかなで、私の授業動画がですね放送されることが決まりました。まさかの見つかりました。すいません、うちのねパソコンのSiriが突然反応して喋り始めましたけども、まあ今ねお伝えしたように、そちらの杵築ドーンとテレビさんの方で、とある男の授業っていう番組名かなで、放送してもらうことになりました。なのでもしねお住まいの方で、見ることができる方はもしよかったらチェックしてみてください。まあ、今回この話を聞いてねいろいろ思うことがある方もいるかもしれないです。で、正直自分もお話しいただいてから2つ返事で、はいお願いしますとは言わなかったんですよ。ちょっとお時間くださいって言っていろんな方に相談をしてアドバイスをいただいて放送していただく運びになったんですね。で、まあ正直なんだろう、メリット以外のデメリットの部分もあるかもしれないです。まあいろんな方にアドバイスいただいた時に言われたのは、わざわざね YouTube で無料で見れるものをテレビにする必要はないんじゃないのって言われたりとか、もしテレビの方で見れたらさ YouTube の再生数が落ちる可能性もあるんじゃないのとかいろいろあったんですけど、でもまあ、その逆のねアドバイスもあって、まあ、地方に行けば行こうと、もちろん YouTube をね全然ご覧にならない方もいらっしゃったりとか、そもそもパソコンが家にない方もいらっしゃる。でもテレビって基本的にあるじゃないですか。だからそこで見ることができたりとか、そこで知っていただくこともあるかもしれない。だし、まあ今回はね、その杵築市っていうそこの限定はされますけども、テレビにその YouTube の授業動画、しかも授業動画ですからね、エンタメとかじゃなくて、授業動画自体が覗くことによってどういうことが起きるのか、どういうリアクションをいただけるのかっていうのを自分も知りたかったんです、一つの経験として。でもしこれが、万が一ですよ、わかんないですけど、ちょっともネガティブな方の、方に結果的になってしまったとしても、人生経験としては自分はすごく多分糧にできる自信があったので、今回こういう形でね、チャレンジというかお願いしますっていう風に撮らせていただきました。どうですかね、まあ多分これご覧いただいている方の中ではね、それを見ることができない方がほとんどだと思うんですけれども、まあ、もしね何かリアクションがあったりとか、それを放送していただくことでこういう勉強ができたとか、こういうことを感じたっていうのがあったら、いつかねまたそれを動画にして感想をね言えたらなと思っておりますので、まあ、ひとまずね、杵築ドーンとテレビさんの方でとある男の授業っていうね番組というかね、自分の授業動画が放送されるところができますので、よかったらご覧いただけたらと思います。ということで以上報告でございました。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。